ーソングライターって言うんですけども、シンガーソングライターと地元群馬県の観光特集をやっておりまして、合わせて群馬ソングライターとしてライブ活動をしてます。7年8年ぐらいダンスをずっとやってたんですけど、やっぱりなんか違うってずっと思ってて、留学中にたまたまボーカルコーチを紹介していただいたんですね。でレッスンを受けたんです。そしたら上手い下手とかじゃなくてスペシャルって言葉を言っていただいたんですね。なんかみんなそれぞれ自分にしかない声があるから、それを磨くってことは自分を知っていくってことで素晴らしい旅だよって教えてくれたんですね。もうその時の一瞬で全部決めました。はい、約2万人くらい入るステープルセンターっていうあのドームがロサンゼルスにありまして、そこで歌うのが私の今の一番の大きな夢なんですね。見てる方とか、まあ、聞いてくださってる方、応援してくださってる方が自分もなんかやってみようかなとか、何かのきっかけになれる存在になれたらいいなと思って頑張りたいなっていう、もうそこしか見てないですね。いつもよしみの応援をしてくださりありがとうございます。今後も応援してよかったって思っていただけるように、日々日々いろんな挑戦をしていきたいと思います。ぜひ応援よろしくお願いします。群馬もいいところだから遊びに来てね